自動車メーカー松田が、型式指定の認証不正問題をめぐり。一部の車種の生産を停止したことを受け。湯崎知事は、地元経済への影響に懸念を示しました。出荷停止が長くなるということになると、やはり、経済の影響というのも出てきかねないと。この問題は、型式指定の認証検査をめぐり。松田では、5車種で不正が発覚したものです。

信頼回復に全力で取り組んでもらいたいとしました。